つぶつぶインさん、中3受験生です。寝るのが遅くなり学力も下がっています。自分はこの生活を抜き出したいです。どうしたらいいです？まあ行きたい高校のレベルを下げればいいんじゃないですか。行きたい高校のレベルを下げて、で行った先の高校で、まあ、今、寝られない分を、ちょっと解消して、まあ、行けた高校で、しっかりと勉強していい成績を取る。でもこれでいいんじゃないですか。別に一つぐらいランク下げた高校入ったって勉強ができなくなるわけじゃないし、勉強は本当に高校になってもいくらでもできるので、受験が何かゴールでも何でもないし、受験でもし失敗して違う高校に行ったとしても別に何にも勉強できる機会はそがれないので、機会は本当になくならないので、どの学校にいてもいい勉強をすることはできるので、自分で勉強すればいいだけの話なんで、気にせず頑張ってください、勝ちたかったら登録しとけ。